今回は皆様にご意見をいただきたいなと思いまして、この動画投稿しております。早速本題に入るんですが、何に対してご意見をいただきたいと思っているかと言いますと、黒川茜はなぜ自ら命を絶とうとしたのかという、この件につきましてですね、皆様の考えを教えていただければなと思う次第でございます。先日ですね、推しの子第18話が放送された次第でございまして、で、この18話を見るまではですね、黒川茜が、第1期第6話ですね、恋愛リアリティショー編でございますけども、真面目すぎるがゆえに、いろいろと背負ってしまって、命を絶とうとしたんだろうなっていう、そういう解釈だったんですけど、18話を見ると、なんで命絶とうとしたんっていう、ほんまに疑問が湧いてきましたので、ご意見いただきたいというところでございます。ということで、ここからですね、私の意見をお話ししていきたいと思うんですけど、まず第18話ですね、何が描かれたのかと言いますと、黒川あかねちゃんのですね、有馬かなちゃんに対する思い、で、それに付随しまして、演技に対する情熱、これが描かれていた回なんじゃないかなと、思った次第でございました。まあ以前ですね、黒川あかねちゃんは有馬かなちゃんに憧れて演劇の世界に入っていったっていうところはね、明かされていた次第でございますけれども、そのあかねちゃんがですね、子役時代にかなちゃんとも会っていたっていうところが、今回描かれましてですね、まあオーディションの時に、まあ偶然会ったんですね。で、そのオーディションがですね、出来レースだったっていうところで、まあ形上オーディションやるだけで、もう有馬かなに決まっていたっていうところ、それをスタッフさんからですね、まあ、ひょんなことから、あかねちゃんは聞いてしまうわけでございます。で、その話をね、かなちゃんにしていくわけですよ。なんか大人の人が、こんなこと言ってたんやけれども、そんなことないよねみたいな、演技の上手さで決めるよねみたいな話をするんですが、その、まあ、有馬かなちゃんはですね、大人の醜い部分、芸能界の汚い部分、見てますから、純粋なあかねちゃんに対して、まあ、結構きついことを言ってくんですね。で、その中でですね、そのかなちゃんが、演技なんてどうでもいいって言い放ったと思うんですけど、この演技なんてどうでもいいというセリフですね、有馬かなちゃんが思っていた意味と、あかねちゃんが受け取った意味って、これ食い違ってるんですよね。で、有馬かなちゃんはどういう意味で言ったかっていうと、作品を作る、作品を売り出す、まあ、大人の都合の中で言うと、演技なんてどうでもいいっていう言い方だったわけでございます。ただ、あかねちゃんはですね、どういう風に受け取ったかっていうと、有馬かなちゃんの中で演技はもうどうでもいいもんになってるっていう解釈をしちゃったんですね。ここの食い違いが、まあ、結構大きかったんだろうなと思う次第ですね。で、その後、かなちゃんがですね、あかねちゃんに対して、お前みたいなやつ一番嫌いなんやって言ってくるんですけども、これはもう自分が惨めになるからですよね。もう、大人のね、汚い部分に染まってしまった自分、でも目の前には純粋な子役がいるっていう、これってめちゃくちゃ輝かしく見えると思うんで、お前みたいなやつは嫌いやっていう意味合いもあったかと思いますし、で、その後ですね、私の真似なんかするなって言うんですけども、これもあかねちゃんに対する優しさというか忠告なんですよね。自分みたいに汚い子役になってはいけませんよっていう、そのまんま純粋でいてねっていう意味で言っていたんやと思うんですけど、まあ子供のあかねちゃんにそんなことはですね、理解できるはずもなくですね、ドストレートに言葉を受け取ってしまいますんで、まあそっからね、プロファイリングとかもね、やり始めると、なんか心理学も学び始めまして、で、今の黒川あかねが完成する次第でございますけれども、その後の描写がですね、えぐいなと思いながら視聴していたんですけど、あかねちゃんもですね、成長したんで、有馬かなちゃんの気持ちが少し理解できるようになったんですね。で、その結果、みんなと生きていこうと決めたんだっていう有馬かなちゃんのことを理解するんですけど、で、その時ですね、有馬かなちゃんって、そのビーコマチの二人ですよ、メムチョと、ルビーの背中に向かってこう走ってるみたいな、描写やったんですが、その次ですよね、東京ブレードのシーンに戻りまして、さや姫と剣のシーンになるわけですよ。ほんで、あかねちゃんがダメだよって言うんですよね。これすっごい残酷ですよね。その有馬かなちゃんが自分の道を見つけたのに、それを止めるんですよ。黒川あかねちゃんが。めっちゃ厄介オタクやんと思って、こういうオタク結構いるんですよね。人間って変わっていくものじゃないですか。なので、推しという存在も変わっていったりするんですよね。よく聞くと思うんですけど、なんか昔の方が良かったなみたいな意見って聞くじゃないですか。で、そう思ったらね、自分の推しが昔の方がいいと今変わっちゃったなって思ったら、推しに対して文句を言わずに他の推しを探すっていうのが正しい推し活かなって私思ってるんですけど、黒川茜みたいなやつってほんまにおって、自分の思い描いている推しじゃないから、その解釈不一致起こってるから、推しを変えなあかんって思う人ってほんまにおるんですよ。これはあんま良くない。これ厄介オタクだなと思いながらね、私、
黒川かねちゃん見ていたんですけども、でもそれだけ、アニメかなちゃんのことを憧れてるし、で憧れてるからこそ憎悪の気持ちもあってっていう、でそれぐらい黒川かねの中にも演技に対する情熱という、自分の軸っていうものがあるんだよっていうのがすごいしっかりと描かれていたなって思いましたので、そこは良かったなって思いましたね。で結局アニメかなちゃんは自分を表に出すんじゃなく、舞台のために、舞台装置として、まあ、動いちゃったんで、あかねちゃんはショックを受けましたよと。ただアクアとともにですね、まあ、おそらく次回、アニメかなちゃんを表にね引きずり出すんでしょうけれども、あ楽しみだなと思うんですけど、この18話を見て黒川あかねちゃんの、演技に対する情熱を感じて何を思うか、なんで命絶とうとしてんって、そこすごく感じるんですよね。まずですね、なぜ黒川あかねちゃんが恋愛リアリティショーにおいて命を絶つという決断をしたのかっていうとこなんですけど、黒川あかねちゃんって恋愛リアリティショーにおいて全然目立ってなかったんですね。ただ事務所的にはですね、その無理やりねじ込んだんですよ、黒川あかねちゃんを。あの今がちに出れば話題になるって聞いてたから、いろんなやつ出たいって言ってたけれども、黒川あかねちゃんをねじ込んだんやと。やけれどもなんか今見てみたら10分も出てないやんけと。まあ総合してね、いやマネージャー何しとんねんって怒られてるところを見て、マネージャーさんごめんなさいとね、真面目やから黒川あかねちゃんね、ごめんなさいと、これなんか傷跡残さなあかん、なんか目立たなあかんっていうことで焦ったがゆえに、共演者を傷つけてしまいましたよと。でその共演者ってその今がちの中でも人気の子やったから、みんなからバッシングを受けまして、その誹謗中傷っていうところで心が病んで命を絶つっていう決断に至ったわけですよ。この流れって一気を見てるときは何の違和感もなかったんですよ。いや誹謗中傷ってあかんよねっていうね、黒川あかねちゃんかわいそうっていう気持ちしかなかったんですけど、18話を見るともう違和感だらけっていうところで2点あるんですね。まず1点目なんですけれども、今回ってアニメかなちゃんが大人の汚い部分にまあ染まってしまいました。それで演技をちゃんとしてくれません、そんなんあかんってこのあかねちゃんって言ってるわけですよね。でも恋愛リアリティショーにおいて黒川あかねちゃんって同じようなことをしようとしてるんですよ。マネージャーさんが、大変な思いをしてる、まあ事務所的にもそういう動きがあって自分をねじ込んでくれたっていう、その大人の都合っていうのを、把握して恋愛リアリティショーで目立とうとしてるんですよね。これってそのアニメかなちゃんがやってることと何が違うのって思うんですよ。アニメかなちゃんも大人の、まあ、顔色を見て大人たちが喜ぶようなことをやろうとしている。黒川あかねちゃんも恋愛リアリティショーにおいては大人の顔色を伺って、でマネージャーさんのために頑張ろうとしたっていう、何がちゃうのっていう、それアニメかなちゃんを否定するっておかしないって私はね感じたんですよ。で2点目なんですけども、有馬かなちゃんはね今アイドルとして輝こうとしていたわけですよ。まあ演技もやりたいって気持ちもあるけれども、 B 小町としても、頑張っていこうと、あなたの一番になってやろうって言ってものすごく頑張ってる、他の分野でね頑張ってる有馬かなちゃんを制止するというような演出があった、まあ先ほどもお話ししたんですけど。でも黒川かなちゃんも恋愛リアリティショーっていうところで目立とうとしていたわけじゃないですか。これ何が違うのって話なんですよ。アイドルとして頑張ろうとしている有馬かなちゃん、ほんで恋愛リアリティショーで頑張ろうとしていた、黒川あかねちゃん、もうやってること変わらないと思うんですけど、なぜそこまで有馬かなちゃんの、道を塞ごうとするのかっていう、よくわからんなと思ったんですね私は。ほんで極めつけは自分の命を絶とうとしたことなんですよ。これがものすごく不可解だなっていうところを感じて、黒川あかねちゃんの演技に対する情熱っていうのは今回の東京ブレード編を見ていればめっちゃ感じ取れると思うし、第18話ではそれがめちゃくちゃ爆発していたと思うんですね。でその情熱に関してはめっちゃ刺さるんですよ、心に刺さる。は黒川あかねちゃん演技に対する情熱すごいなっていうところで動かされはするんですけど、でもこの人一旦演技捨てようとしたんだよなっていう気持ちが出てきちゃうんですよね。こんだけ熱く語ってるけどでも一回捨てようとしてるんだよなっていう、正直頭では理解できてるというか、それだけ情熱を注げるようなものがあったとしても誹謗中傷というものを受けてしまうと心が折れてしまって、まあ、どうでもよくなって命を絶つという可能性があるんだと。だから誹謗中傷って良くないよねっていう、それはわかるんですよ。それは頭の中では理解できてるんですけども、でも推しの子という物語を考えた際に、まあ推しの子というか、まあ黒川あかねという、フィクションの物語として考えた際には、やっぱりめっちゃ熱く語ってるけど、こいつでも一回諦めてるしなっていう。
捨てようとしてるしなって、絶対に命を絶とうとする前に、いや自分にはちゃんと演技というものがあって、だって恋愛リアリティショーで、ね、こけようとも、演技には関係ないわけじゃないですか。で、その中で、演技というものを捨ててでも、もう全部なしにしようと。もう、この世から消えようとしたわけですよね。それぐらいの熱量しかなかったの演技にっていう気持ちになっちゃうんですよ。なので、まあ、今回の18話を視聴すると、恋愛リアリティショー編において黒川茜が自ら命を絶とうとしたという展開の必要性っていうのがちょっとわからないかなというか、今の展開の足を引っ張ってる感っていうのが強いかなと感じましたね。なので命を絶つっていう選択肢ではなく、今勝ちの出演を降板するっていう展開だとか、芸能活動休止だとか、そういう流れであれば、まだ演技捨ててないじゃないですか。黒川茜の中で。今の状況は苦しいから心を休めるために休むんだけれども、でも演技をするためなんだっていう流れは保てるんですけど、命を絶つということは演技も捨てるということなんで、やっぱちょっと、微妙だったかなと思った次第でしたね。唯一私の中で考えられることっていうのが、あの命を絶つという経験があるからこそ、今の演技ができてるんだっていう、あれこそも役者においての、経験だったっていう考え方もできるかなと思うんですが、そうするのであれば、個人的になんですけども、ワンカットでもいいんで、その恋愛リアリティショー編において、黒川茜が苦しんでいたシーンっていうのを入れるべきやと思うんですよ。それが入っていたら、あれも今の演技の糧になってるんだっていうつながりは持てるかなって思うんですけども、まあ、今回の18話も有馬かなちゃんとのことしか描かれてないわけですよね。なので、今の役者黒川茜っていうのは有馬かなとの出会いがあったからこそ形成されてるんだっていう作りになってるんで、今がちに出演してようが出演してまいがですね、多分今の黒川茜ってあるんですよね。存在してるんですよ。っていうのを考えると、もう何回も何回も言ってますけども、一期での黒川茜が命を絶とうとしたという展開はものすごく打足だったんじゃないかなと思った次第でございました。ということで以上が私の意見でございます。皆様ですね、いやお前の意見おかしいやろがいと、あそこも必要なんだっていう、意見がございましたらコメント欄で教えていただきたいなと思いますし、まあ、その他にもですね、いろんなご意見ございましたらコメント欄でお願いいたします。ということで以上で終わりたいと思います。ぜひ皆様のご意見お待ちしております。チャンネル登録するとかお任せするんですけど、それとかどっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただきます。ハッピーだけみんな届けて